Here we are, lazy days again. Now, this is George Cockle. And, anyway, 今日は、3つ曲選んできたんだけど、旦那を殺しちゃうっていう曲、ほとんどこういうのってカントリーなんだけどさ。Oh, well, これでいきましょうか。Alright, first one. Chicks っていうバンドがいいんですけど、もともと Dixie Chicks っていうバンドだったけど、名前が Chicks だけになってね。まあ、でこの人たちはフェミニストのアーティストだから、こういう曲も歌うんじゃないかなと思うんだよね。Marianne and Wanda were the best of friends all through their high school days. Marianne と Wanda はね、ベストフレンズだったんだ、高校生の時ね。で、2人でみんなクラブなんか入って一緒に育って、2人とも卒業して新しい世界にもう足を踏み込んだ。その中にワンダの方が結婚したら2週間以内にドメスティックバイオレンスでボコボコされちゃって、いつもどこ行っても長袖で黒いサングラスになっちゃってね。でメイクアップでいろんなあざを隠してたりして、でも彼女やっと離婚する度胸出てきて離婚したんだよ。だけどR がそんな簡単にいなくなんだくれて、いなくなんなくてなんなかったの。だからまた来てボコボコにされちゃって DV ですね、病院入院しちゃったんだって。そしたらその高校生の時の友達のメリアンって子が飛行機乗ってアトランタから飛んできてね、ワンダとどうにかしなくちゃ。だって法律使って離婚したのに、もう来ないでくださいっていう法律なのに、彼が来てボコボコにされちゃったから法律は頼れないなって思った。だからグッバイ R、 R っていう旦那にさよなら言いましょうってね。ブラックアイドピースっていうのはこういう黒目の豆っていうんだけど、それはよくアメリカの人を食べるんだけど、ここで R がどうやって殺したって出てくるのは Those black eyed peas they lasted all, tasted all right to me。 あのピーズは味は美味しかったよね、どうも R。 だんだん弱くなった、あ、横になって寝ればいいじゃん R。 そして彼が横になったらターパリンでシートで巻いて済ましちゃった。それで R が彼女をボコボコしてるから、彼女たちが警察に呼んでまたボコボコされたって言って、それで警察が家に来んだよ、 R を逮捕しに。でもどこ見ても R がいないんだよ。だから警察がありがとうって言って、もし彼が来たらもう一回連絡くださいって言って、そして誰も彼がいなくなって気にしなかったみたいになってね。それで女の子たちは2人で土地買って、今はハムとストロベリージャム普通の生活してる。そして They don't lose any sleep at night、 全然夜は眠れないわけじゃない。だから殺しちゃったのことを何にも思ってないって、ね、だからR はしなくちゃいけなかった。Goodbye R、ね、だから休憩しましょう。湖行ってランチも作って、そしてトランクにあんたを入れて、それでいいでしょうね R って。もうこの R を殺してトランクに入れて湖に捨てちゃったってことを歌ってるんだよね。Goodbye Earl、 曲聴くとね、なんか Goodbye Earl ってなんかそういうなんか楽しい曲みたいだけど、ちゃんと詩を聞いてみると旦那を殺しちゃったんだよ R を。次はキャリー・アンダーウッドって人で、この人は1曲だけじゃないんだよ、何曲か旦那を殺しちゃう曲があるんだ。面白いね。 Two Black Cadillacs、 カディラック2台。 Two Black Cadillacs driving in a slow parade。
2つのキャデラックがゆっくり走ってる。ヘッドライトがついてて、そして昼間なのにね、それお葬式の時のキャデラックね。1つのキャデラックはワイフのため、これでもう1つのキャデラック入ってるのは彼の不倫相手の夜彼を愛してた女の人だから、これお葬式にワイフとメカキミストレスが、彼女がもうお葬式に来てるんでね。それで牧師が、彼はいい男だって言って、それ兄弟のはいい友達だって、でもキャデラックに乗ってる2人の女はベールかぶってるのに2人とも泣いてなかったって。そしてみんな順番にこうやってお墓の上にバラを置くじゃない、その上に土をボーンって振りかけて、秘密を隠してたのは彼だけじゃなかったって言ってるのね。ちょっと怪しいね、ここ2ヶ月前にね、奥さんが彼の電話にある電話番号に電話かけてみたら、彼が嘘ついてて彼女と一緒にいたってことね。でもその2人の女の人たちが、彼で電話番号を奥さんがかけたら、その彼女が出ちゃったのね。で2人で、え、あの嘘つき野郎って2人でそう思ったの。そうだから彼女2人で考えて、よし殺しちゃおうって簡単に言うんだけどね。だから2人とも、彼も不倫しての奥さん知らなかったし、それ彼女も奥さんがいるって知らなかったの。だからその2人で彼を殺しちゃって、2人でお葬式行って、2人で順番にバラを投げてもうね、怖いですよねこういうのは。あ、ね、皆さんこれ聞いてる人気をつけてくださいよ、本当ね。All right, 次は The night the lights went out in Georgia. Georgia 州のライトが消えた日ってね。He was on his way home from Candletown. Been 2 weeks gone and he thought he'd stop. これ妹が、ある男の妹が歌ってるんだね。お兄さんのこと。これお兄さんがバーで一杯飲んでる時に、アンディっていう人が、おい、ちょっとあんたに悪いニュースあんだよってお兄さんに言うんだよ。え、なんだよ悪いニュースってなんだよって言ったら、あ、ピンって。そしたらその友達が、お前の女房はセスってやつと一緒に寝てるぜって。だけどそこでそのお兄さんが怒っちゃうのね。なんだあの野郎。そしたらそのアンディってやつが、そんな怒ることじゃないよ、だって俺もあの子と寝てるよって、お前の奥さんはいろんな人と寝てるよって言ってね。それさ、こんなことあってコーラスに入るんだけど、無実の人を首吊っちゃったっていうね。だから南部の弁護士は信用できないから、南部の弁護士使うと絶対裁判負けるよって。でなんか裁判官もやっぱりちっちゃい南の町だと全部親戚で、お互いなんかつながってるから信用できないってね。でここでアンディがそんなこと言っちゃったから、お兄さんに怖くなって、もうやっぱりお兄さん怒ってるから、もうやべえと思って、なんでそんなこと俺言っちゃったんだろうと思って、その帰るんだよ。そしたらそのお兄さんが怒って家に行ったら奥さんもいないし、だからきっと奥さんをそういういろんな不倫しちゃったから街から出てて逃げちゃったんだと思ってるんだ。それで家に帰ったら、お父さんが置いてったピストルだけが見つかったから、アンディの家まで行って、アンディを殺そうと思ってアンディの家まで行って、でも家の前にちっちゃい足跡があったんだって。そして家の中覗いたら、アンディはもう死んでるんだって。誰かに撃たれてた。そしてその兄貴は
死んでる人見たから通ってる警察を手挙げて止めたんだよ。そしたらアンディピストル持ってんじゃん。そのピストルを警察に捉えて、なんでお前が殺したのかって。そしてもう知らないうちに裁判でもうお前が殺したになっちゃって、そしてもう保安官も、もう終わった、もう俺帰るよ、もう裁判終わってもう食事待ってるからって。だからもう何も気にしてないんだよね。だけど実は兄貴が殺してんじゃないんだよ。兄貴が見た小さい足跡は私のだから。だから彼の奥さんはどこも行ってない。そしてだけどその体は絶対見つかんないよって。妹が奥さんを殺しちゃって、その上にアンリーも殺しちゃった。だけど彼女が自分がやったって言えなくて、兄貴が裁判で負けて言うたんだよね。だからジョージアには光がなくなった夜だって。だからもう妹が全部やっちゃったんだけど、兄貴のせいになっちゃった。これもすごい有名な曲なんですよね。 The night the lights went out in Georgia。 All right、そこで3つやりました。なんか旦那を殺す曲ってね、本当こういうのってあるんだよね、アメリカの南部の曲。でもネットで調べてどん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 出てくるんだ。これもだから続けてまた今度やりましょうか。 We'll do it again. Lazy Days. Thank you. 登録お願いします。